はい、さっきまあ3号からやるということだけど、ドライベルの圧力も落ち着いているというふうに見るのは危なくて、3号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれていると、あ1号ので3号の方はまだしっかり閉じ込められていると、こう考えるとやっぱり1号もその3号非常に厳しいんじゃないかと、まあ、同じような状況だと思うんだけども、どっちも水がいるってことだよね。あ、まあ、そうですね。